眠っていた祠を脱出すると、すごいなんかこう絵画っぽいような絵の、かっこいい始まり方。うわー、ここで出るんや、すごい。タイトルが現れ、本格的なリンクの冒険が始まる。なんか光ってる。え、木の枝、どこにでも映ってそうな木の枝だが、振り回すのに絶妙なバランス。まず木の枝なんや。お、かっこいい。いいですね、動きがね、アニメーションのようで。なんかおるよ。焚き火をする人を発見。なんやこの人。あ、なんか光ってる。リンゴ取れた。ハイラルでスタンダードな果物、そのまま食べてもいいし、料理の材料に使えば効果もアップする。よっしゃ、フォーフォーフォー言うてるで。おじいちゃんや、こんなところに人がいるとは珍しいの。選べんねやな。さようならじゃちゃうよな、ここな。始まれへんな。長い間この場所に住み着いているというおじいさん。変わり者のじじいじゃよ。その近くで、木こりの斧、山の木こりが愛用する木を切り倒す道具、装備でしょう。切り倒せるかな。うりゃ、うお、倒せた、すげえ。うわ、めっちゃ嬉しい。さらに、押せる押せる。今回のリンクはさまざまなアクションが可能なのだ。どうすんのやろ、これ意味あんのかな。あ、乗れた。なんなん、すげえ、やりたい放題や。めっちゃおもろい。あ、なんかハテナ出てる。拾う。コログのうちはで、おお、風起こった。何使う道具なんやろな。まあ、いいか、とりあえずあっち行くか。リンゴもらおう。あ、なんか出てきた。うのや、おお、やばい。ここで敵ボコブリンが出現。うわ、敵や。あ、風で飛ばしてもうだ。しまった、風で切り替えだ。斧にチェンジ。この野郎、うるや、うるや。うわ、めっちゃ気持ちいい。赤、大振りすぎる。うるや、よっしゃ、倒した。さらに探索を進めていくと、なんかおる。あ、肉焼いてる。ボコブリンの住処を発見。よし、芝居だろうか。うるわ、うるわ、うわー、やられた。調子乗ってもうた。爆弾でボコブリンは自滅。一方、なんとか耐え忍んだ浜口は、あ、取りました。焼き獣肉、獣の肉を直火で焼いたもの。ちょっとハート回復させとかなあかんよな。これ食べようか。お肉で体力を回復。食べよう。増えた。再び戦いの場へ。壊れてもええわい。武器には使用制限があり、使い続けると最終的に壊れてしまう。あ、なんか取れた。え、ボコ弓。あ、弓矢で攻撃できんねや。あ、装備できた。うわ、あ、めっちゃおもろい、これすごい。あれ、標準がこうかで、離すんかな。矢を放つことができない。あら、下手もだ。どうやって撃つんやろう。なぜ攻撃ができないのかというと、あ、矢持ってへんのか。そら撃たれへんわ。すると、あ、なんやこれ。あ、木の矢取った。念願の矢を獲得したが、接近戦では不向きと判断し、斧で戦う。うるや、うるや、うるや、うるや。やっつけたか。よっしゃ。倒すとアイテムが。ふう、え、
五個盾。盾に続いて、え、あ、剣や。旅人の剣。よし、剣手に入れた。剣ちょっと装備したいな。いいじゃん。お、リンクや。リンクっぽくなってきた。ほんまに空き地で振り回してる時みたいもんな、こうやって。めっちゃ気持ちいい。これ今日全然進まへんで。その後も自由気ままにゼルダの世界を満喫する浜口。今度は池で、あ、バス取れた。魚を手づかみ。だいぶ操作にも慣れてきたところで、手づかみや。盾使うあれが分からへんで。1日目は食材を集めて豪華なディナーを作る。料理に必要な食材とは、三階焼きやから山の幸と海の幸やな。果物はもうあるから山の幸とか取りに行かな。そうですね。海の幸は、あ、魚ももうあるか。あります。魚もあるわ。もう山の幸を求めて森の中へ。あ、イノシシみたいなのおったんちゃう、あれ。これ。あ、よし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 。ちょ、待て。イノシシが食材になると予想し弓矢で狙う。あか、逃げてもだ。おお。あ、壊れた。めっちゃ早いやん。素早いイノシシを追いかけていると、あ、キノコめっけた。よし、キノコを発見。改めてイノシシ狩りへ。あ、気づかれた。あらー、しまった。やられてもうた。走って追いかけるの難しそうですよね。ねえ、弓ないかね。はい、あ、弓あった。あ、何やってんやん。お目当ての弓を発見。よし、遠くから狙う。じゃあ合わして。おお、あか、一発じゃ無理なんや。おお、よっしゃ。お、浜口、見事な弓使い。よし、獣肉取れた。一匹でええの。いや、もしあれしたら、じゃあ2匹いっとく。はい、さらなる豪華ディナーを目指して狩りを続行。よっしゃ。くそ。よっしゃ。おー、よっしゃ。結構豪華ディナーやぞ。そうですね。調理する場所はおじいさんのかまど。おしゃ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 。で、食材を入れていきましょう。調理方法は、必要な食材を手に持ち、手に持つ、料理、まとめて鍋に放り込むだけ。うわ、すげえ面白い。肉と魚を一緒に調理すると、あ、三回焼きできた。よっしゃ。で、キノコあえか。料理、今度はリンゴとキノコを一緒に。なるほど、これでちょっといろいろできるんや、ほんまに。あ、お、果実のキノコはできました。やった、よっしゃ。どうしよう、なんか作ってみる他も。はい、その他獲得した食材で引き続きクッキングに挑戦。なんか合わせてみよっか。はい、バネ。お肉にしてみよっか。はい、これでいってみよっか。料理、うわ、どうなんねやろ。うわ、微妙な料理できた。微妙な匂いがする。食べられなくはないが、とても人には見せられない。モザイクかかってる。面白い、微妙な料理できた。ともあれ、無事1日目の工程は終了。浜口ネグデッキブ、はい、5時になったので2日目になりました。寝てへんで。2日目、はい、あ、これだ、はい、ボコブリンのお宅を訪問。ボコブリンのお宅訪問、はい、ボコブリンのとこ行こう、はい、2日目はハイラルの東にあるボコブリンのお宅に向かう。
その道中で、あ、宝箱だ。あ、ハイリアのズボン。ハイラル地方の伝統的な装束、これにしよっか。今スンタラジやからね、はい、ズボンを新調。あ、かっこよなった、うん、ええやん。さらにここで戦うコツなんですけども、はい、X ボタンを押すと堂島がバトルに関するテクニックをレクチャー。変えて早速実践してみる。あ、そうですよ、うん、それで Y ボタンを押す。おお、何今の、すげえ。敵の攻撃をギリギリで回避するとスローモーションとなり、一気に攻撃を叩き込むチャンスとなる。もう一度。そうですね、レバー。あ、そうです、それでワイボタン連打。おお、ボコボコ、すげえ。うまいですね。うまいね。バトルも一回り成長したところで目的地へ。あ、あったあった。見たよ、これ生活してるよ。しばきに行く。弓矢で監視役を狙ってみる。矢で、矢であれ倒す、はい、あそこのやつ行けるかな。あれ、あ、届かなかった。しまった。あ、まだ気づかない、届いてないです。気づいてないな、果てないもんな。中に爆弾みたいのがいっぱいあります。ほんまや、あれは、あれ撃ったらええんか。あ、やアジトの中には爆弾が。弓矢で狙ってみるが、出てきた。やべ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 、逃げろ逃げろ逃げろ。おお、あたー、うわ、強え。あれ、回復回復。一撃で瀕死に追い込む屈強なボコブリンが登場。やべやべ。あ、回復回復。やべ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 。あ、やべ。命からがら料理で回復。で、逃げれっかな。うわだ。あー、強い。強え。あか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 。あの青いのめっちゃ強いな。強いですね。なんとか逃げ切り、今度は松明を持ってアジトへと近づく浜口。しかしここで、これ持って入り、入ったら自分バカだ。ドカーンやよね。ギリギリで気づき、新たな作戦に打って出る。よし、もうやり特攻や。小細工なしの正面突破。おりゃ。うわ、敵がいっぱいだ。うわ、一発や。強い。あ、死んでもうた。特攻あかんな。やはり何か策が必要なのか。なんか火みたいな、なんかあんな。あ、あれをさ、撃ったらええんちゃうか。今度は吊るされたランタンを狙う。これを素直に、ほら、やった。見事爆破でボコブリンを一掃。お宅の中のアイテムも拝借し、お、ドクロの機能や銃。2日目の工程終了。あ、5時になりました。あ、5時になった。まだ一睡もしないけど。3日目です。3日目、はい。3日目はバトルの後の箸休め、お宝探し。山小屋に向かう道中、ん、お、なんか見た。あれ動いた。いや、まだ無理やで。やる。おー、危ない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 。何や今、やっぱ狙われてます。狙われてるんや。赤い、あれかいくぐってかなあかんの。赤い光線でリンクを狙い続ける何やらヤバそうな敵。回避できるのか。行ってみますか。うん。あ、危ない。何落ちた。誰だ。燃えた。うわ、背中燃えた。恐ろしい。一発でアウトやね、はい。今度は狙われないルートで進む。あ、こうしたらよかったね、最初からね。
小屋に来ましたよ。はい。近くに宝があるという山小屋に到着。中にお邪魔してみると、なんか本あるね。老人の日記。人も、俺机の上乗ってるな。すごい行儀悪いね。ちなみにこれあのヒントなんですけど、うん、お宝は渓谷の先だよって。え？あ、ほんまや、言うてるやん。しおりのヒントを頼りにそばの渓谷へ。出ていくね、渓谷。渓谷をちょっと越えないといけないんですよ。向こう岸に渡らなければならないが、やばいね。断崖絶壁やで。そうですね。これ落ちたら多分ゲームオーバー。登れた。宴会ね、これ登ってって。天口は岩壁を伝っていくようだ。落ちひんこれ。あの体力がなくなる前に。登るアクションは緑色の頑張りゲージが全て消耗すると落下してしまう。いや、だいぶやばいんちゃうかこれ。だいぶやばいよこれ。あ、でもあともうちょっとでいけそうですけど。ほんま。あそこ目指した方がいいよね。はい。やばい、多分ギリギリギリ。あとちょっと。あ、いけそうだけど。いけるか。あ、ダメか。あ、いけた、いけた、いけた。あともうちょいや。再チャレンジ。今度は最短ルートを心がける。なんかさっきよりちょっとやばい感じがしますね。もうやばい。あ、もうちょっといけるいける。はいはいはい。よし、いけますよ。よし、いけ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 。いける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 。あとちょっと、いけ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 。よし。おお、行った行った。おお、危ね。危ね。ギリギリで渓谷の先へ。よし。お宝あるかい？怪しげな岩場をアイテムリモコン爆弾で爆破すると、おりゃ、あー、来た、おー、宝箱がお目見え。こういうこともあんねや。朝5時を少しオーバーしたものの、これにて3日目のミッションは終了。その帰り道は、実は、うん、あの渓谷の渡り方、あの別の方法がありまして。はよ言うてえや、どうすんの。木を倒して、あ、うん、まあ橋を架けるっていう。今ちょうど斧持ってるし。はい。こういうことじゃん。あれ、あ、こういうことちゃうやん。向きが。向きもあんの。はい。こっちや。あ、なんかちゃうな。なんか危ない。おや。ああ、いい。よっしゃ。転がるな。待て待て待て。おお、よかった。あぶね。あ、ちゃうか。巻きにしてもうた。せっかく架けた橋を巻きにしてしまうお粗末プレイ。せっかく、嘘、もう細いのしかない。ああ、しゃあないね。はい。結局絶壁ルートで移動。そして4日目の行程はハイリアさんで登山。頂上でご来光を見る。あ、これかな。あ、そうですね。登山道の入り口へ。あ、なんか鳴ってる、鳴ってる。あ、ポカポカそうや。ハイリアさんの中へ進んでいくとリンクに異変が。ん？あ、めっちゃ寒いで。あかんやん。ほら。あかん、あかん、あかん。あ、これはまずい。寒さでダメージを受けてしまうようだ。ちょっと何か対策考えましょうか。とりあえずあったかいとこに。避難して寒さ対策を練る。生で食べるとピリピリする身。料理に使うと体が温まり、寒いところでも耐えれるようになる。料理使ったよねや。料理すっか。そうですね。近くのかまどでポカポカそうの実を調理する。ポカポカの実3つぐらいでやってみようか、
ポカポカの身だけで。で、夕暮れ、夕暮れ出てきた。あ、来た。ピリ辛炒めポカポカ。厳しい寒さに耐えられる。よし、これでいけるで。寒さはしのげるのか。よし、あったかなった。寒さガードの時間は左上に出てます。あ、効果は実際の時間で6分間。寒さガードの時間大丈夫なのかな、持つんかな。ご来光の時間は午前3時30分。まだ寒さガードもまだ5分あります、ね、いいね、いい感じだね、はい、時間内に入り屋さんの頂上へたどり着けるか。残り2時間弱です。結構あんな。いや、そんなないか、はい、え、どこや頂上。あの岩のとこかな。午前2時を回った頃、ようやく入り屋さんの頂が。寒さガードあと3分。わお、急げ。おお、いけるいける。よし、頂上や。お、誰かいる。あ、おった。山頂ではあのおじいさんがお出迎え。夜の山冷えるの。それにしても防寒着もつけずによくぞここまでたどり着いたもんじゃ。いいだろう。あ、その雪をたたえて防寒着をくれてやろう。よかった。やった。帰り確実に無理やったもんね。そう。あー、リンク、すごいリンクっぽくなったね。で、これで待っとったやんか。ようやくお待ちかねのご来光が。あ、来た。あ、来た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 。おー、来た。おー、すごい。あ、綺麗ですね。綺麗やね。いや、ほんまにいいね。あ、いいね。あ、すごい。登山いいね。いいですね。上がった上がった。あ、上がった。絶景に魅了される浜口。正月やろうかこれ。リンクで初日の出見に行くって。あ、いいですね。ね、5時になりました。おー、光るや。一日の始まるや。はい、5日目です。お、この辺かっこよくない。いいね、グイーじゃーん。かっこいい。いいね、かっこいい、かっこいい。5日目はレジャー体験川下りと、その前に東島があるテクニックを伝授。左の ZL を押しながら X でジャンプして、そのジャンプしてる時に A ボタンを押すんですね。あ、そうです、そうです。あ、そうです。おお、滑った滑った。なんと縦でスノーボード。お、すげえ。ほんまにスノーボーや。おー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 、面白い、すげえ。あ、めっちゃ面白い。おお、すげえ。うわー、気持ちいい。危ない。 OK。 スノボで下山の時間短縮。早くもイカダ乗り場に到着したのだが。あるね。ああ、なるほど。渡られへんよね。渡れないですね。じゃあもう行けるか。いやー、赤赤赤赤、やばい、赤赤赤。あ、どこにおる。ああ、なくなった。極寒の川は泳いでは渡れない。木を倒してイカダまでの橋を作ることに。これで流れてなんかええ感じに引っかかれへんかな。全然ええ感じに引っかかれへんかな。何や、なんでや。これええ感じに引っかからへんかい。あの木が邪魔か。いっぱい倒して。そうですね。足場作るか。はい。この足場作りが意外にも大変で、うまく川の流れに乗らず橋がかからない。これ足場ができるかな。まだか、もっとか。両手して作業を行ったが、エグゼクティブ5時になりました。やばい、でけんかった。はい、幸い6日目は自由行動、うん、なんなん自由行動。
自由行動はお預けで橋作りを続行。6日目の夜12時を回った頃、ようやく渡れそうな橋が完成した。行ってみようか。ジャンプ、ジャンプ、あー、行けた。おお、あ、そのまま行けるんじゃないですか、あの石にね。はい、怖え。おー、行ける行ける。ジャンプ、おお、行った。ジャンプ、おお、ね、できた。おお、で、イカダ乗れるよ、はい、危ない危ない。あ、そっか、うちわだ。イカダに乗り、コログのうちわで風を起こす。おお、動いた動いた。すごい、面白い。やった、川下りできた。やってるよ、ほら。うちわでイカダを操作しながら川下り、見事ミッションを達成。1週間ハイラル生活もいよいよ最終日。その目的は、ほんまに6日目自由やったな。岩ロックとの触れ合いです。岩ロック、はい。最終日、岩ロックとは一体何なのか。とりあえず目的地へ向かっていると気になる岩が。なんだろうこれ、押してみる。はい。あ、なんか後ろに、ね、下に、下でなんかギャーギャー言うてる。岩ロックという響きから手当たり次第岩にちょっかいを出す浜口。爆弾仕掛けんのかな、また。あ、やってみますか。ここに置いてみようか、お尻みたいな。危ない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 。でもええ感じとこけたんじゃない。キバッ。なぜだ、あのお尻は岩ロックではないようだと。ここで、あ、うわ、あ、なんだ、岩が動いた。わわわわ、岩ロック、始まりの岩ロック。うわぁ、攻撃好きだ。いきなりちょっとボスっぽいも現れたで。触れ合いという名のボスバトルがスタート。お、これでやるしかない。お、倒れましたね。ほんまや。うわー、一撃。恐ろしい。あのちょっと黒っぽいとこに打つのかな、うん。再チャレンジ。おお、いける。おお、うまい。予想的中、弱点は黒い部分。浜口、弓矢で遠くからの攻撃を続ける。うまい。1週間の生活の中でさまざまな弓を獲得したエグゼクティブ。その中でも破壊力がありそうな爆弾矢にチェンジ。その威力は、おお、すごい。おお、慣れた手つきで矢を操り岩ロックを追い込んでいくが、いや、もうない。あー、壊れた。あ、矢がない。手持ちの矢はゼロ。厳しい状況に。落ちている矢を急いで回収する。木の矢は取れんけど。そこに忍び寄る岩ロック。ああ、ね、危ない。ああ、でも、ああ、ああ、死んじゃった。いやー。